こんにちは、横粂勝人です。本日の横粂ゼミは横粂式天才教育法、天才児を育てるために買うべき100均グッズベスト5、その4位を紹介したいと思います。気になる4位は、カラーボールです。これ10個入りで100円という驚きの安さなので、これ1個たったの10円です。なんか IQ アップと言っときながら、勉強系、頭系ではなくて、なんか体系、運動系じゃんって思われるかもしれませんが、ただ IQ 高めるためには、この運動、遊び、体を動かすということは大変重要なこととなります。健全な精神は健全な肉体に宿ると言われるように、やっぱり頭でっかちではダメで、この体をしっかりと健全な、たくましい体にして初めて心も豊かに、そして頭も豊かになっていくと思います。そしてこれというので何をするかなんですが、これはお子様と一緒に考えていく。まあ同じく100均グッズなんですけど、こういうバットでバッティングをしても楽しいですし、あとテニスで打っても楽しいですし、これ重要なのが、室内でやっても柔らかくて壁、窓一切傷つけないということで、本当にこれ重宝します。さらにこれも100均グッズなんですが、本当は何か高い場所を取ったりする、なんか伸びたりもするような棒なんですけど、ここをガムテープでこのようにして、室内ではゴルフクラブとして重宝してます。本当のゴルフクラブ振り回すと危ないので、これでさらにトイレットペーパーの芯をピン代わりにして打ってということで、これは何のスポーツをやることもできますし、どんなことをしようって工夫をすること、親子で楽しみながら頭を鍛えることができます。さらにこのような道具を使わなくても、これらのボールを壁に的当てっていうところで楽しんでもいいですし、または段ボールの箱を使って箱入れということで、本当に体の動かし方を学ぶことができますし、どういう遊びをしようっていうのを工夫をする、そのようなことで頭を鍛えることができます。この頭ということと体ということは、勉強ということと運動ということはリンクしている部分がたくさんありまして、目標に向かってコツコツと積み重ねていく、継続が必要ということ、さらに人の真似をする、勉強って結局は新しい理論を生み出すことじゃなくて、他のすごい方が考えた理論、数式、そういった出来事を模倣していくことから始める。スポーツ運動というのも人の振りを見て模倣していくということ、さらに勉強にもコツがあってそれをつかむこと、運動にもコツがあってつかむこと、やはり子供の頃からこういういろんなスポーツもいろんな遊びもいろんな体の動かし方もすることで、頭の動かし方、使い方というものをアップさせることができます。たったの100円、されど100円、ぜひ天才児を育てるために買っていただければと思います。本日の横粂ゼミは以上です。